はい、始めるよ。みんな集合。おーい、準備 OK。 いや、ダメです。なんでやねん。いつでも大丈夫です。いや、ダメです。なんでやねん。リスナーのみんなも準備 OK やから。ダメです。だからなんでやねん。一人踊ってます。ステラインで大丈夫です。ジャンクラジオでジャンジャジャン。はーい、1、2、3、4。お前が踊るんかい。乾燥のせいなの鼻水。多分それもあると思う。え、そうなの。じゃ乾燥で目、あの花粉か、うろうとして目が涙、目が涙、目が涙、目が涙ってめっちゃ出てるな。目が涙するやんか。その普段乾燥するとさ、目カサカサするなと思ったらさ、それで涙、目が涙出てさ。俺コンタクトつけてるからコンタクトが剥がれそうになるんだよな、乾燥してると、目が乾燥すると。分かる。あの目から鱗になる状態。俺それであの男性失格の時に千秋楽で落としてたね。あ、もらってね。まあ、劇場あるあるよな。コンタクト落ちる。落ちたっつってめちゃめちゃ焦るじゃない。え、あのさ、目が涙出るとさ、目でっかい涙、出るとさ、なんかさ、こう鼻水も出るよね。せーの、ハイス、ユー、ウチ、カズマ、じゃーん。よろしくどうぞ。はい。いやー、思うねんな。アイドリングから始めます。何も起きなかったわ、回したのに。ふざけんなよ。目が涙で引っ張り続けて、うん、ずっと回ってるから何もなっちゃう。そう、ジャンクラジオでジャンジャンジャンク第、92回目の配信でございます。ちょっとあれだね、マイクに慣れてなかったから音がね、そう、前々回と前回か、うん、ちょっとなんか笑ったりとかするとバキバキバキっと雷すごいよね。一瞬で何が起こったかわからんくなるもんね。そう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 、なってたんですけど今回は大丈夫そう。そうやな。いろいろテストして、うん、一番音質がいい状態で撮れてるはずです。うん、いいですね。いっぱい声出しても大丈夫。やった、イエーイ、よーし、うん、よーし。今のところメーターは多分振り切ってない。あ、ほんと。だからもう編集で音を、あ、OK です、うん、増やせばいいんじゃないかなと。ありがとうございます。感じですな。はい、うん、なんや、どうした。あ、パンチラ、パンチラ、パンチラ。お前それ電車の盗撮じゃねえんだから。俺今すごい不安感あったぞ。いや、今度こんな気持ちなんやって思ったぞ。盗撮されて気づいてるのに気づいてないふりしなきゃいけないのかみたいな。あ、そうそうそう、ラジオが上がりましたっていう、うん、あのポストとともにそれをリプライで送る、はいはい、そういうこと。そう、まあまあ今日ちなみにあれね、配信がこの後あって、うん、夏の浴衣スペシャルなんですよね。イエーイ。だからみんな浴衣着てて、俺ちょっと浴衣忘れたからさっき取りに行って帰ってきてなんで、まだ俺浴衣着替えてないんですけど。あ、そうやな。みんなで浴衣着ようって言ったのに、うん、夏祭り一人だけ T シャツで着たやつみたいな、うん、だからまあしょうがない。だからラムネ買ってきてってパシられてもしょうがない。まあまあまあ、しょうがないです。はい、買ってきますって。あ、あんたちょうどさ、キャプテンだけどしょうがないです。しょうがない。やりましたけど。あー、お便り来てるんですね。はい。おっと。はい、お便りです。ありがとうございます。ありがとう。まずはラジオネーム、うん、どっちから行こう。ちょっと待って、ラジオネームどっちから行こうさ。あ、ごめんなさい。こんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。はじめまして。はじめまして。どっちかな。あ、どっちかな。男かな。女かな。知らない。知らない。知らない。え、あ、白木知らない。あ、白木。今日は分かる。白木さん、男かな、女かな。あ、わかんない。ネタ知らない。ジェネか。ジェネかも。そうなの。ラブリーを取ったばっかりなの。ああ、白木ジェネ。ああ、白木さん。いや、まあ、どうでもいい。どうでもいい。そこの話じゃん。ラジオネーム、大倉敦樹さんからです。あ、どうも。いつもありがとうございます。ジャンクの皆さん、リスナーの皆さん、ありがとうございます。おいでー。12月のサクシー。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 12月のサクシーです。サクシー。12月の作品発表されましたね。イエーイ。待ってました。待ってました。うん。作品が B 面だと知ったとき、目頭が熱くなりました。今からめちゃくちゃ楽しみにしますと。おー、嬉しい。まあまあ、あつきさんもね、そう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 、その、被害者の一人ですから。まあまあ、そうやな。あの時の、あの時のね、この、そう、予約取っててくれたはずです。確かに確かに。大倉さんが主演なんでね。そう、それはもちろん。そうね。いや、だから、かなり楽しみ度が爆上がってるんじゃないですか。うん、そうだね。うん、で、私も被害者でしたからね。ああ、そうだよね。見に来る予定だったからね。そうそう。名前は知ってた状態だからね。どう、加害者の輪に入って。加害者じゃん。加害者はコロナだろ。加害者だったじゃん。加害者はコロナだね。確かに、うん。実行犯の我々の中に入ってどうだろう。実行犯なんや。なるほどね。そんな立場が。どんどん。
肩見せまくり行こう、うん、ウイルス、はい、あのウイルス俺らが作ったもう作ったねもうちょっと有名になって稼ごうぜ俺がヨーグルト混ぜてたらできてんあれ怖っ、うん、健康に良さそうだけど、ね、怖っ実は動物じゃないんだコウモリっていう噂あるけどヨーグルトでした怖いヨーグルト牛媒体だったヨーグルト、いやあ、なんでもいいさ。まあ、B面頑張りましょうね。頑張りましょうね。こういう人も多分知ってる人はね、あの時からこう、繋がって知ってる人はやっぱりそういう思いがあるみたいだね。嬉しい。それこそほら、応援してくれてる、考え中さんとかか、うん、とかも、X とかでね、つぶやいてたし、やっぱそうよな。うん。ありがたいね。いや、ほんまよ、うん。うん。なんかもう、今からめちゃくちゃ緊張感あるというかさ、キャストとか発表されたやんか。そうだね。こんなにいるんやって自分らで誘ってんのに思った。そうだね。リポストの数とか異常だもん。異常やった。いやびっくりした。うん。めっちゃいい。まあ、うん。俺ら人気者やなって。うん、てかうわ、すごっと思った、ね。すごっと思った、ね。あんなに行くんだと思ったね。嬉しかったです。そう。あと、一応ね、インスタの方だけは、前のフライヤーの、デザインを文字のところだけ切り抜いて、タイトルだけのやつのを貼ってるんだけど、はいはい、そうフライヤーもあのまま。あのままね。うわ、嬉しいですね。あのまま文字とか、あとロゴもね、俺らリニューアルしてるじゃない。うん、あ、はいはいはい、だからああいうのとかも変わったりとかして、デザインは一緒。へぇー。できますんで。そうかー。そう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 。まあまあまあ、その辺はまた後で話しましょうな。まあまあ、ね、うんうんうん、ありがとうございます。楽しみにしててください、ね。はい、ありがとうございます。はい。続いて続いて、ルイルイまたもや、うん、ラジオネーム、大倉敦貴さん。どうも、はい、ありがとうございます。続けて。はい。はい、ジャックの皆さん、リスナーの皆さん、おいせ、はい、おいせ、ナイス。ウッチーさん、熱中症大変でしたね。熱中症で気持ち悪い中、エナジードリンクは完全に自滅行為ですね。服の中、頭皮や足の裏など熱のこもりやすいところに風を通したりすると良きですよ。うん。ああ、なんか熱い空気を入れ替えてあげるんだね。あとね、制汗剤は使いすぎると肌荒れしたり、清涼感で脳が涼しいと勘違いをして、汗は抑えられますが、汗が出ない分、体の熱を逃がしにくくなってしまうので使いすぎにはご注意ください。なるほどね。制汗体。性感体はいじりすぎると行き過ぎちゃうんで、うん、気をつけてくださいとか。あとやりすぎちゃうと今後感じなくなる可能性もある。あ、うん、不感症になるっていう、ね、そうそう、脳が勘違いして感じてないことになるから。まあそういうことだね。だから言いたいことは、うんうん、お便りありがとうございました、うん、はい、どう思いますレグはどう思いますか。どう思いますか。でも私的にも、まあ、まあ性感帯だと触りすぎたらあんまり良くないと思うんですよ。触るか、うん、なるほど、うん、やっぱちょっとエッチなやつ出てるから今のうちに、今ノリに乗ってるから、ノリに乗ってるから今のところ乗っとこうというエッチの人をつけんとあかんようになってるから。そうなんですか。そうか、セクシー路線でいきますか。セクシー路線ジャンクもだからすごいな。慣れないことするもんじゃない。本当だよ、もうやめとこう。よ、ナイスファイト。まあ全ては僕が悪いです。よし頑張った。いやでもほんまに思ってん、俺髪の毛めっちゃ長かったやんか、はいはい、この前まで、うん、確かに頭の厚さが全然違うのよ。でも髪の毛全然違う、こもり感というか、うん、俺もこの前まで本当に顎ぐらいまであったじゃん、うん、それをこうなくしてさ首元すっきりしたじゃん、うん、涼しいの。いやマジで、いや頭のあれ乗ってたらそりゃ熱中症なるわって切ってからめっちゃ思った、ね、こもり方がね、ああ、やっぱ夏は短髪よ。ああ、まあまあそうですね。短髪になったもん。もっと切っちゃえばいいじゃん、うちなんか。もう刈り上げて、刈り上げて。俺刈ってやろっか。パジャマみたいな感じで。うん。どう、似合うと思うよ。生配信で。いいと思う。でもいや、かっこよくしてって言ったらしてくれたのに悪いやん。それで？うん。あ、違うで。おでこから下は見んといて。違うよ。おでこから上を見てほしいので。ああ、うん、そうかそうか。それはそうだね。そうやろ。うん。そうやね。別にいいサロンに行こうが結局顔です。うん。確かにな。うん。たかがオプションでしかないね。そう。オプションにちょっとね金かけてみました。お。うん。うんうん。いいと思う。でしょ。今から役作りと思ったもん。違います。もう。単純に単純に鬱陶しかった。熱中症になりたくないから、うん、もうはい、ああ
なんかまあらしいです。らしい。気をつけてください。本当にね、お気をつけの、まあ、遊ばせ。うん。まあお便りありがとうございます。ありがとうございます。感じで何でもいいので送ってください。はい。はい。はい。じゃあこの後も引き続きよろしくお願いします。おお。おいしょいしょい。勝見優、内田翔太、松井翔吾、尾花典弘、全藤作めぐり、清志和馬。ジャンクはお芝居、お笑い、モデル、ダンスなど幅広く活動しているチームです。 YouTube をはじめ TikTok、X、インスタなど SNS もやってるのでチャンネル登録やフォローよろしくね。ラジオのお便りも募集しまくりです。概要欄からチェックしてどしどし送ってね。このラジオは常にあなたの心の中にあるもんだぜ。いや意味わからんこと言わんでええねん。そして松井翔吾もあなたの心の中に。強いこと言うなよ。ジャンクラジオでジャンジャジャーン。ほら感じて。うわ感じるなよ。いるよ。いいヒント。あーでーもうね、時期的には、はい、うん、やっぱり輪っかが5つあるさ。輪っかが5つ、うん、アウディ、あれ4つ、あれ4つ、あれ4つか、あれ4つなんだよ。4つか、うん、5つ、5つのやつ、5つのやつ。あ、分かった、メリケンサック。ああ、あれ、あれも4つ、あれも4か、あれ4、親指入んないからね。違うね。ああボーリングの3つ。あー3つ、ね、あ子供用のやつとかな。あー5つ、うん、子供ってわしづかみできるやつか、うん、そうそうそう。子供ってあんな重い球わしづかみするかね。うん、でちょあれでも、ね、あれでも違うんか。イルカショー。あ ー, あー場合によるな。場所によるな。それは場合によるイルカショーの話なんだけど。おお、嬉しい。イルカショーの話。うん、おー、まあやっぱイルカあんなにさ、うん、飛ぶのさ、うん、すごくない？あれどうやってんねやろうな。泳いでさ、勢いよくさ、こう上に向かっていってさ、あそこまで行くのすごくない？あれってさ、何筋が発達してるの？イルカは尻尾？足？尻尾？足？どっちってこと？あ、そう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 。要はさ、何を経て飛んでんの？あれ。どの原理？いや、突っ込めよ！それじゃないんだよ。っておーい！お前！お前こんなんでダラダラ話してる場合じゃないんだよ。イルカなわけねえだろっておい！ゴリン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 。ゴリン、おお、だから髪の毛はもう借りたくないねんて。違う違う違う。これ以上は借りたくないの。ゴリンにはしたない。5ミリの話してない。じゃあ、もう、パリオリンピック？あ、パリゴリね。パリゴリね。あまあなんかあんまり俺らスポーツわかんないし、まあ、見たいな。ついてたら見るけどぐらいやから。そうだね。うん、ちょっとね、俺も稽古もあったりして夜中じゃん。うん、だいたいそうやな。そうだから稽古期間がなければ意外に起きてる時間なんだけど、うん、あんまり起きてなくてさ最近、うん、もう本番近いし、うん、そうだから見てないんだけど。でも今回のパリゴリ、うん、もうまあ今までもそうやけどさ、X とかでめっちゃ上がってこへん？めっちゃ上がってる。なんか、もう、無課金おじさんでしょ？そうですね。今回キャラクター豊かやんな。無課金おじさんめっちゃかっこよくない？めっちゃかっこいい。何もつかないで T シャツ1枚でぷわってやって、ブレないで、ペンって言って、あれさ、あれ見せ方もさ、うん、なんか、あ、なんか SNS とかだとさ、無音で見るじゃん。うん、画面だけで。なんか、スーッと無課金おじさん構えるじゃん。うん、で、いつ打ったかわかんない状態でさ、あの的のところに、手つくからさ。わかるわかる。お、歌ったんだ。今歌ったんやって。うん、すごみたいな。でもさ、なんかそういうバズり方が今回多いやん。多いね。かっこいい。だから同じ競技でもさ、韓国のあの女の人でさ。あー、綺麗な。重課金ですよね、逆に。重課金。重課金。重課金。みたいな。なんか黒い、なんていうの、中国マフィアみたいなさ、真っ黒のまん丸のさ、かまじいみたいなグラサンあるやん。うん。あ、こういうね。そうそうそう。うん。を、まあ、つけて、うん、やりはんねんけど、かっこよ。マジでバリ殺し屋やねん。めっちゃかっこいい。なんか片方だけ斎藤みたいになってる。あ、そう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 。へえ。もうほんまにガチャで当たったらめちゃ使うタイプの。あと、まあ今流行ってんなスケボー、うん、もう取った。堀米さん。そう。なんかあの人そう、噂によると なんか前回のオリンピックか世界大会かなんかのやつを見てるときに、お母さんが、あんたこれやってんじゃないみたいな。
この技やってできてるじゃないみたいな、おいや本当だみたいななって、あんた出たらいけるんじゃないって言って出ていけたんだって。やばすぎ、すげえな。そうなんかね、小5ぐらいもうずっとやってて、小5ぐらいからもうその時当時になんか世界取ってた人の技とかがなんか平気でできてて、で気にしないでそれなんかやってたんだって、楽しいからでやってて、でお母さんがそれ見つけてくれて、あんたちゃんと正式に出たらいけるんじゃないってなって、え、マジでみたいな、やってみようかなみたいな感じでやって取れたらしい。そんな人が埋まれてたんだっていう、確かに話で話題になってるっぽい。でもさ、なんでスケボー日本強いんかようわからんくない？なんかイメージさ、アメリカとかってさ、やっぱさ外でギャンギャンに滑りやるイメージある。外国のイメージあるよね。日本はむしろ怒られるというか、スケートみたいな、そうだ、スケボー禁止みたいなさ、あのパーク行ったらあるけど、そう四輪ついてるさ、ああ、あれだったらジャニーズの影響でとか分かるじゃない。だいぶ前ですけど、ジャニーズ、まあね、大きく昔のあのあれな、ローラースケート、ローラースケート、光源氏が、光源氏、まあなんかちっちゃい子はそのイメージあるけどさ、スケボーはね、スケボーって周りいた、そのあんまおらんぐらい、全然やんな、いない。うちはもうポッピング、ローラーブレード、あー時代、あー、なんかたまに生きったやつがちっちゃいローラー、ペニー、そうそう、抱えてさーって、それ生きったって、やな、うち生きてるっていう話、それそれ結構俺たまになんか生きったやつが大学の帰り道とかにさーって滑ってるのを見ましたけど、それぐらいしか見てない。25、6の時は稽古中とかも全部それで移動してた。そう、稽古行くのずっとあのペニーで移動してました。生きった大学生、生きった大学生対エロ動画の女戦うな。やめろ、エロ動画勝つに決まってるやろ。いや、恐らすやろ。いやいや、でも他にもいっぱいね、そうだね、あとはまあそう、オリンピックだけじゃなくって、うん、なんか噂によるとサスケってあるじゃない、うん、あれが海外でもこう人気あるのは、そり立つ壁のあのサスケやんな。そう、あれなんか海外でも人気なんだって。で、なんかね、なんだっけな、忍者なんとかみたいな競技で、向こうでもなんかテレビ番組でやってたの。へえ。それでなんか作ったこっちのテレビのディレクターの人とかも向こうに監修しに行ったりとかして、うん、でそれが本格的に向こうでスポーツになって、なんか大会やるとか、うんうんうん、そのオリンピックの種目にもなるみたいなの去年なんか話した気もすんだよな。サスケ、そう噂でね。はい、でもどうやらこの8月に世界大会があるらしい、サスケの、うんうんうん、で日本に来て、はいはい、でなんかチームみたいなので、こうアメリカチームとか、はいはい、なんかそういうのあるらしくって、でそれでこうなんか戦うらしいよ。へえ、そう、どうなんだろうな。日本のさ、強いんかな、どうなんだろうね。でもなんか前 X で上がってきたのが、うん、中国のやつが上がってきたんですよ、動画が、うん、なんか雑技団上がりの人みたいな、やばそう、やばそう、はいはいはい、そっちの方が強そう、もうなんかずっと走ってるみたいな。あ、そうそう、ノンストップでやるよねな。あーね、しかもさ、あのアメリカとかってあのマジでビルからビル飛ぶやつらおるやん。あれでしょ、パルクーラーがさ、そら強いやんか。でも日本のパルクールやってる人はあんまりクリアしてないよね。だって日本のあのサスケあるやんか、うん、あれでなんか外国人、パルクールやってる外国人が出場して無双しすぎてちょっと思んないみたいな。日本人は結構ギリギリあと5秒みたいなんでバーンって赤いボタン押してプシューってなるのに、20何秒残してなんか、散歩終わったみたいな。やっぱなんか身体能力なのかな。まあいや、っていうかまあ環境もあるんじゃない。普段から遊びであんなんやってたら、ほんまにただの鉄のアスレチック楽しいぐらいになるんじゃん。確かにな。そう。まあ日本場所がないから。あ、そう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 。でも作ってるじゃない。山田勝美さんが。確かにミスター。ミスターが。サスケが。ちょっと天然だけど。うん。第2ラウンドで、第2ステージでめっちゃ有名なんだけどさ、あの途中まで手袋してやっていいのよ、うんうん、だから1個壁をこう両サイドにやってバッて、あの雲みたいに張り付いていくやつは手袋しちゃいけないのよ、うんうん、だけどこう集中してやってて、手袋もうつけっぱなしでこうやって行こうとしてて、もう周りから勝美さん手袋手
めくろって言われてんだけど、もう集中してきて全く書いてないので、パンってやったらバーッって赤くなってえ、なんでみたいになってた、手袋つけてるからっつってこんなのまで気づかないのか。いやー、天然なイメージ確かにあるよな。夏目さんみたいな。だってなん、あんだけ連続してサスケに情熱かけれるのは天然じゃなきゃ無理よ。なんかね。結構。なんかつば抜けてないのか。つば抜けてる。笑っちゃいけないんだけど、まあ。いや、もうあれおもろいで。でも究極レジェンドよ。間違いなくるんだけどね。あとは、甲子園か。はい、来た。甲子園、見てる、見てるというか、毎年見る。俺は見る。やってるんやって感じ。見る。やっそうなんや。あの、アプリ、スポーツナビっていうアプリがあって、うん、それで、甲子園とか高校野球は無料で配信してるから、どこでも見れるんですよ。でもなんか、どうやら今年は、昼、うん。うん。真っ昼間からやるのは避けるみたいなの。暑すぎるから。あと、どうやら、7回までしかやらないかもしれないっていう噂も聞いた。え、短っ。いや、それ、あれそうなん。噂ね。じゃあ大逆転とかがちょっとキュッとなる、キュッとなるってことですね。そう、分からんけど、でもそう長くやるとその熱中症とかそれの危険もあるから、まあ、みたいなのもあるっぽいけど、どうやら分かんないけど、まあでもこんだけ暑いとなんかどっちとも言えへんけどさ、野球やってる子たちからしたら、いや、やらせてくれよには絶対なるんよんやろな。そうだな。周りから見たら、いや、それも正しいというか。いやー、でもそんなんで死んでもしょうがねえしな。まあな。重症って本当に普通に、ね、なくなっちゃうから、ね。うん。大事。だからさ、もう、甲子園じゃなく、うん、ドームでやるっていうのどうすか。まあ、うん、もう、てか、どっちだと思う。例えば高校球児たちはさ、どっちに情熱なんだろうね。あの、ちゃんとやらせてほしいの方に傾くのか、うん、いや、甲子園でしょ。だから、甲子園だからいいんですよ、なのかやろ。あの、要は、どっちに傾くかだよね。甲子園に行けるんだったら7回でもいいとか。うん、うん。いや、どうなんやろうな。それ、どうなんだ。いや、でも、甲子園っていう、まあ、人、なんか、レッテル的なのも、うんうん、があるから、どうしてもそこへの憧れはどうしてもあると思う。まあまあ、芸人が M1 目指すのと同じように。まあまあね。でもあそこは場所は関係ないじゃない ?M1 行っても、うん、でも、甲子園大会っていうのは、甲子園球場で。そう、名前ついちゃってるから、そう。確かに。東京ドーム大会じゃないもんね。確かにな。ダサい。なるほど。ダサい。あとやっぱあの土と、まああの天然芝っていう状況。まあなぁ、ちょっとそれが、こうオプションとしてね、上につきすぎてるよね。そうなんですよ。まあな、確かにな。土を持って帰りたいもあるの。じゃあ土を持って帰りたいは負けたチームだから。ああ、そうか。土を持って帰りたくない。まずはそこ踏みたいだけだから。そう、踏みたいのか。で、だから記念品じゃないからね。違うんですか。ね、来年も甲子園出てそこに土返しに来ようぜみたいな。そう。お守りみたいなこと。あ、まあまあ、でも言ったらそういうことよね。なるほど。うん、メルカリで死ぬほど売られてるけどな。マジか。めっちゃ売ってる。うん、星の砂みたいなもんかと思ってました。ちゃうなちゃうなそのポットのお土産じゃないんだ。なわけあるか。うん。どんな発想やん。お土産じゃないけど、はいどうぞじゃない。見て綺麗じゃないの。まあまあまあ、俺はね、ちょっとスポーツ観戦みたいなのは疎いから。うん、あれ来たらいいのに、工事現場の人のあの、ファンついてる。インナーとか。涼しいやつ。涼しいやつ。なんか、うまいことできないのかな、うまいこと。ユニフォームとかでね。なあ、あの、ユニクロとかが頑張ってなんか作るとか、ユニフォームをはい、はい、もうあれじゃなくすっていう。ユニクロされたらできそうです、ね、なんかできそうやもん。エアリズムのユニフォームスーパーエアリズム、うん、破けまくるんだろうな。キャップもメッシュキャップとかにしてさまあそうか、逆にそっちになるのか。スライディングすると速攻破けるみたいな、ね、この辺血まみれになるっすよ。そうだよね。だそこだよね、問題は。でも土の部分ふっかふっかにするから、ね、あとやっぱ直射日光をどう避けるかじゃない。まあなあ、まあ、甲子園に屋根つけるのが一番早いです。確かに。でも甲子園に屋根つけたらもうなんかブレてる気するもんなあの太陽の下で戦うのがやっぱりあれなんでしょ。まあ、ちょっとやっぱそれはそうよ。炎天下のなんか風が強くてみたいな。そうね、広い球場で、うん、見に来てる人も多分それがテンション上がるというかな。やっぱ時期を早めるか遅れさせるかよ。まあまあ確かに。それが現実的、ね、うん、9月にするか6月にするかみたいなね。そうやな、確かに。感じじゃない、もう、うん、大変だけどね。そうしてもろてね、危ないから、
うん、まあいろいろでもスポーツ熱いです。熱い、はい、熱いぞスポーツが。何も見てないけど俺いやバスケはあんた見た方がいいぞ。見てない、すごいぞ。この間惜しかったしな。もう疑惑の判定とかって言われてるけどもうしゃあないけど触ってねえみたいな感じだったらしいね。うん、でもあれはもう NBA やったら取られるんちゃうかなとかも思うし、そこも微妙よね。ただ、うん、あの日本人がですよ、うん、あんだけバスケザコイザコイと、うん、もう世界だって8位とかでしょ。あのフランス代表が確か、うん、に5点差とかで、うん、まあってことはもう言ってしまえばそんだけの能力あるってことは世界一になってもおかしくないところまで来てるからね。おーおーそうだってお ー, おー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 ふゼンちゃんだと思ったら翔子だった何かの先生おいっす。おーおいでよおいでよ。まあもうそろそろメイン終わっちゃうけど、ね、あじゃあもうこれ翔子来たところで次行きましょうか。ちょっと待ってよ、戻そう戻そう。ジャン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 ラジオでジャンクラジオでジャンジャジャン。いやーいいせーのおいしい。途中参加でしょ。変な感じの変な感じのみんなあれ時間戻ったみんなあれ時間戻った続いては、B 面ジャジャーン。はい、ということで前回から始まりました。はい、B 面のこと話しますよみたいな話したんだけど、12月のやべ日程忘れた。18から22日に演劇公演ですな。はい、yes. うちの B 面、煙が漂うその先はっていうはい、を上演します。おいおい、はい、それに向けて、少しずつ B 面の話をしていこうじゃないかっていうことなんですけど、今回は、情報解禁されましたチケットの話ですね。やったー。はい、いろいろチケットの種類があるんですよ。はい、まあ、今まで通り前売りとかはあるんですけど、あとはどっから結構 E プラスとか E プラスできたらいいな。どっから買えばいいの。一応ねまだね、セブン行けば買える。そう、まだコンビニで、お近くのコンビニで、ま、落ちけもう、まあ、チケットホームはまだ用意しないのよね。はいはい、あとお近くの転売屋から買っていただいて。ダメダメダメ、あの、うちだっていう転売屋から転売屋まさかの内部にいるとはね、転売屋が転売、売れんのかないいな、それいくらなの。4500円前売り、はい、まあ、これ基本ですな、はい、で次プレミアム B、はい、非売品ブロマイドが特典でつきます。お、まあ、席は自由席。おのやつが5500円。はい、はいはいはい、続いて7000円のプレミアム A、はい、が席が指定席、前列ですね、うん、前列の方から埋めてって、まあ2列ぐらいまではもう指定席のところを設けて、うん、行こうかなっていうふうに思ってます。それ買ってもらわなかったら全席いないねじゃん。そうそうそうよ。確かに。だからそのもうどうすんのって話になる。関係者席になるしかないですよ。そう。関係者最低怖え。各事務所のマネージャーさんとかがポツポツ座ってるっていう。プロデューサーとかがね。まあでもそれも非売品ブロマイドがつくと。はい、お指定席ね。はい、で、まあ、プレミアム S、これがマックスが11,000円。はい、うん、はい、うん、これが非売品ブロマイドと公演パンフレットと、はい、あとね文庫本型の台本、はい、おがついて、さらにはさらにはあついてで指定席になります。でおいくらで11,000円。戻ったあまだ聞いてる人あれ戻ったなってなりますな。まあでも多分高って思うけど、全部劇場で一個一個買おうとすると全然超えちゃう、うん、1万1000円全然超えちゃう、うん、4500円で入ってきて、うん、で、全部それブロマイドとかを全部買おうとすると、うんうん、余裕で超えちゃう、うん、だからもう絶対お得だし、うんうん、非売品ブロマイドは、日替わりなんですよ。なんとだから例えばだけど、お客様によっては全通するとかはいはいはいあのファンの淡つい方もいるじゃない。でその人がさ、まあ、前列がいいんだけどずっと同じブロマイドもらうのもっていう人もいると思うんだ。まあ確かにね、そういうのも嫌で、だったら非売品ブロマイド、うん、だから現場に行っても買えない、うん、もうこの席をあれしないといけないし、しかもそれ日替わりだから、はあはあはあ、次の日にそれを予約しても違う非売品のブロマイドが手に入る。でも同じな場合もない。大丈夫、同じ場合はない。
あ、ないんだ。覚えておいて、こっちが。そう、全部だから、それを。ああ、S2 枚買ってるなと思ったら違うやつ入れてみたいな。そう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 。もう全部それは前もって計算して、で、それも、誰が買ってるかも、把握できるんで、そのキャストさんが、サイン書いて、その人宛てにメッセージも書けると。はあ、なるほど。うち買って、俺の。買うよ、うち。買う。ねえ、で、サイン書くから。上にいっぱい星つけて、それをトレーディングカードにして戦う。お前いきなり星7とかやめてよ。翔吾くんは結構強いから。あ、俺いい、うん、うちじゃあ弱いんで大丈夫。俺をなんか3体ぐらい組み合わせて翔吾1体みたいな感じにする。生贄、俺生贄にする。じゃあお客様は3枚買わんといかんのや。3枚も俺集めていただいて。そうやね、うちの。そうね、やったら翔吾さんと、うん、召喚できる。でこれなんかいろいろそのついてるけど、はい、まあ、例えばだけど非売品ブルマイドが全部ついてるのね、プレミアムっていうついてるのは、うんうん、でまあ、自由席とか指定席とかやってるのも、前列じゃなくて後ろから見たい人もいるじゃん、うん、確かに、うん、そう。でも非売品ブルマイドは欲しいっていう人に向けて5500円とか、うん、はい、つけたりとか、うん、で、1万1000円のやつ台本と公演パンフレット手に入れたんだけど、まあ、前列と非売品が欲しいってなったら、公演パンフレットとかがもうその何個も何個も来てもしょうがないじゃん。うんうん、だから非売品だけの前列の指定とか。うん、だからそういうのを設けて、そう、リピートしてくれる人にも、一応こっちの方が選びやすいんじゃないかと。あ、じゃあこっちもパターンを何枚か用意してるってことだ。そう。だから自分に見合ったいいパターンが絶対あるはずだよっていう意味も込めて、そのパターンにしました。なるほど。なるほど。で、公演パンフレット、まあもちろんあるから、物販にも置くんだろう。うん、はい、まあ、それ辺は、おいおい公表していくんだけど、まあ、公演パンフレットは絶対物販で売りますと、うん、はい、そこには公演パンフレットの限定動画みたいなのを見れるようになんか QR コードを用意しようと思ってるんです。へー。でそこには多分今一応構成ではキャストのインタビューみたいなのはそっちに載せようかなと、うん、で稽古場とか初日の、入りの光景だったり、ラグビーのカーテンコールだったり、はいはい、みたいなのはそっちの収録は DVD の特典映像にしようと思って。おー、じゃあその QR コードは結構特別なんだ。そう、だから公演パンフレットを持ってる人じゃないと見れない限定の動画。そのエッチなやつが入ってるんだ。なるほどね。ニッチ、ニッチ、ニッチ、エ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 ッチ、あの袋閉じみたいなもんでしょ。そう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 、パンフレットの中の。そう、あー、いいね。そこ開いてもらったら俺のあんな姿とかこんな風に。そう、そこに QR が載ってるんで、それを3枚合わせれば翔吾くんになる。なんで翔吾の裸が、あんな姿に、ムキムキの、ムキムキの翔吾くんの裸になる。で、しかも公演パンフレットにはちょっと特別な仕様もあって、ブロマイドがぴったり入るようなところをつけようと思って、おう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 、でそこにこう差し込むとちゃんとパンフレットが完成するようになってて、はあはあ、ブロマイドがないとそこだけちょっと空間ができちゃうようになるから、はあはあ、まあ一緒に絶対買った方がいいよと。なるほどね、仕様になってます。じゃあ3つぐらい欲しいね。そのちゃんと挟む用と、うん、持っときたい用ととかとか、うん、ブロマイドね、うんうん、そういうのもあると思う。いいね、めっちゃいいと思う。優しさ設計できてます ね、 ね。そうで、まあ台本とかは今までみたいにこうプリントしてるやつだけとかじゃなくて、ちゃんとした文庫本型になります。すげえ、それすごいよな。製本されたものが届くんだ。そうだ、そっちには特典って言ったらあれだけど、ちょっとその脚本の、はいはい、脚本家の言葉はそっちに書いて、うんうんうん、作家の言葉みたいなのよくあるじゃない。はい、舞台見たらね。そう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 。後書きみたいな本とか小説とかって、はい、作家の言葉みたいなの載ってたりするんだけど、はいはいはい、台本の気持ちとか、そう、細かいことはちょっとそっちに。ほう、書いて一緒に。それじゃあ、それまでに考えとかないとね、俺らも。そうね。いやいや、作家俺だから。俺しか関係ないから。あの時裸でどんな気持ちで撮ってたのかとか。ちょっとすがすがしい気持ちで。すごい褒めてくれるんです。それも。私の一物を。感動した。それも結構いいと思いますね。っていうのが、まあ、物販でもありますよは、まあ、わかるかなって。まあ、他の物販とかはちょっと物販の公表まで、解禁まで待ってくださいっていう感じなんですけど、いやちょっとこれ、俺、それが先着じゃなくて、何枚限定なの？あ、そうそうそう。ね、席は、はい、全部で、全公演で200、はいはい、席、はい、首都公園に20席しか用意できないんですよ。なるほど。ですが、指定席、指定席の前、A と S、
合わせてになるから。あ、なるほどね。そうだから前、うん、最前が10席、うんはい、2列目10席を用意する感じ。なるほど、じゃあ、ね、S を手に入れたくても A で埋まっちゃったらもう無理なんだ。あ、そうそうそう。だからそこはもう A と S が入るもうバランスによってだから席だけで設けてるから、うん、指定席っていうので、うん、じゃあ別に S を買ったから最前だよっていうわけではないんですね。もうね、うんうん、S そうあの買った順で、なるほど、そう、はいはい、買った順で先着順、そうバーッと埋まっていく、うん、買った順で前の中央から埋めていく。指定が埋まっていくんだ。そう、あー、なるほど。だから遅れれば遅れるほど2列目になっちゃう。わいわい、なるほど、みんな早く S 買ってね。そう、でもさ、それさ、やっぱさ、チケット販売のあれをちゃんと宣伝してほしいよね。そうだね、早めにね。そうだね、そうだね、争奪戦になっちゃうよね。そう、争奪戦になる。だから20時からだみたいな、うん、そうだから早めに情報解禁したくって、うん、ちょっと早めに4月の後半に情報解禁してチケットの情報だけ載せたの。それは団体から指定できるの？んそのキャ推しのキャストさんのチケットホームからじゃなくても、あの S この人の扱いで撮りたいんですけど、うん、みたいな。あ、でもできるできる。じゃないとさ、その人が情報解禁してなかったらさ。そうだね、撮りたいのに、撮りたいのに。確かに確かに確かに、うんうん、それもあると思う。そうだよね、遅れる人もいると思う。そうそう、だからそれは団体ホームで取り扱いを何々さんにしてくださいっていう。あ、でも全然全然それでできるね。そう、でもとにかくそこの指定席が、先に埋まっちゃったらもう S も A も買えなくなっちゃうっていう状況にはなっちゃうんで、それだけご注意くださいと。なるほど。1公演20席なんで案外早く埋まる公演は埋まっちゃうかもしれないから、それだけは気をつけてほしいなっていう感じで。まあ20席ちゃんと埋まれば2列埋まって、で多分お客さんの通路、入り口の通路があって3列目から自由席みたいな、後ろみたいな感じになると思うんで、そう、多分そういう作りでします。なるほど、すごいですね。ちょっとまあ情報が多かったんでね、また後日ね、まあ、ね、ちょっとでもなんかで、まあ、解禁したそのやつに全部そういう風な感じで書いてあるから、うんうんうん、意外と文字見ればそんなことないかもね。うん、確かに耳で聞くと若干多いなってなるけど、さあ、でまあそう URL みたいな予約フォームをまだその出してないから、はい、その辺はね多分ね9月とかには出せるようになると思うんで、それで1ヶ月前にはちゃんとそこのフォームは解禁されますんで、はい、はい、待ってくださいと、はい、これ俺ジャンク応援してくれてる人には、はい、ちょっと俺これ裏技で1個ここで押しときたいなっていう、うん、ラジオだから言うんだけど、お団体で、はい、その非売品ブロマイドの、はい、ジャンク扱いで非売品ブロマイドなるチケットを買ったら、うん、多分ジャンクの、あー、そういうこと、集合写真のえブロマイドが手に入ると。それはジャンクのメンバーじゃなくてジャンクで買えば、ジャンク劇団扱いで買ったら、そう、なるほどね、チケットをね、まあ、確かにな、誰の入れんねんってなるしね。そう、あのね、箱押しだと誰のよって取るか迷うわっていう、うん、なんか X の投稿を見たのに、はい、うんうん、裏技でこれがあると。なるほど、ジャンク扱いでやると。じゃあジャンクの推しの方は自分のね、うちだ、うん、うちのを買いつつジャンクからも買ったら、そう、まあまあそうなる ね、うん、全部ドンってドンってくるドンって、うん、そう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 、だからまあ関わってる人だけで行こうかなとは思ってるんだけど、うんうん、ゼンちゃんとかは今回全く B 面には関わりないから、うん、まあまあそうだね。じゃあ上の方につける写真、あの写真その日休んだ時のそうそうそう、卒アルのあれ、まあ、まあ撮影の日に来てくれるんだったら一緒に撮りたいなとも思うんだけど、うんうんうん、早めに決めちゃって、ゼンちゃんここ開けれるとか言ったら、うんうんうん、その日だけ来てもらって、まあ全員で撮ったことあったっけ。あるはあるよ、最初だけ、最初だけだね。でもみんな顔変わったもんね。顔変わった、うんうん、だって金髪になられましたもんね。あ、確かに金髪になりましたね。マチェロになったしな、うん、そんな変わってないけどね。真っ黒になったもんね。真っ黒やもんな。カズマ真っ黒やもんな、今。おかしいな、理由で。しょうごさんもだいぶ髪短くなりましたよ。あ、俺も、あ、まあまあそうか、まあね、うっちも白髪増えたし、うん、なんかみんなプラスには伸びてないからね。いい方向にはなんか行ってない気がする。お前、金髪は別にいいでしょ。あ、めっちゃ怒ってるよ。確かにいいでマイナスでもないよ。めっちゃ失礼。バスのキャバ嬢みたいな。誰がバスのキャバ嬢じゃん。でもキャバ嬢みたい。キャバ嬢みたい、あの、うん、足みじみ言わんとって。キャバ嬢みたいや。足みじみ言わんとって。まあまあね、うん。まあこれが裏技でありますよ。イエイ、はい、うん、いい裏技聞いたな。うん。ね、くらいかな。伝えたいのは、とりあえずは、チケットに関しては。うんうんうん。まあ分かんないことがあったらまた、
リプとかくださいなっていう感じですね、うん、はい、はい、まあこれもあの踏まえて情報回帰もう一度確認してみてください。どうぞ。よっしゃい、ありがとうございました。12月頑張りましょう。頑張りましょう。頑張りましょう。じゃあ次エコか。はい、ジャンクラジオでジャンジャンク。はい、続いてはこちらのコーナー、うん、クイズ。おい、久々やな。はい、え、謎謎っすよ。謎謎か、謎謎、うん、ちょっと短いですけど謎謎やっとこうかなって思います。あ、得意だからね。もう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 サクッといこう、サクッと、うんうん、じゃあ行こうかね。謎謎ね。でも尺稼げないよ。ん、早く終わりすぎて、答えが早すぎて、うん、確かに、まあ、謎謎のプロ集団にはね、うん、メグなんかすごいもんな。すごいよ、もう答えるよ。答え答えられへんやつの言い方してる。答えるよ、答えるよ。思ったより甘い。答えるよ。じゃあいきます、第1問。はい、ボンドではくっつくのに接着剤ではくっつかないものは何？木。木工用に限り。木。あれは粘土だよ。粘土。粘土。そんな感じね。雰囲気で答える。雰囲気で答える系の謎謎。なんで。早く答えていかないとさ。そうだね。なんだろうね。ボンドでは。ボンドではくっつく。ボンドではくっつく。木だな。木だ、ね。木はくっつく。ボンドでは。なのに、そう、接着剤ではくっつかないもの。接着剤ではくっつく。粘土やな。粘土か。じゃあ粘土。ぽいもんな。粘土か。ぐっち、早く。ああね。なるほど。これ文字で、あれ？文字じゃないな。文字じゃない。そうだね。概念。いや、もうヒントいく？うん。おおお。まあ、概念でもない。なんか物理的に。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 ああってなるやつ？ああってなる。本当のやつ？本当のやつっていうか、まあ謎謎だからやっぱ意地悪やな。なるほどね。ボンドに、ボンド接着剤で言っていけばくっつくものとくっつかないもの。ボンドの接着剤。おいおおお。ちょ、こそっとこそっと言って。また考えていくから。ボンドと接着剤です。おお、メグ正解。おお、冴えてる。おお。考えた前、皆さん。まあまあ考えた前。ボンド接着剤。ボンド。ボンド。くっつかないの。接着剤。うん、文字でしょきっと。いや文字じゃないな。ボンド接着剤、あの、まあそうだな、考えるっていう感じじゃない。ボンド接着剤、接着剤って言ってるだけ。お男女。うわー、接着剤でもくっつかない。うまい。あの誰かの結婚式の時に、あの明石家さんまさんが接着剤渡してくっついっけよって言って、うん、おい、明石家さんまと同じ発想。ちょっと師匠。ええねえねえ。ええねえねえ。師匠。答え答えず、ブラボン。師匠さん。さんまさん、濃くなりましたね。ずいぶん。泡の間に。歯へこんで。じゃあ、ほんまわからんな。なんやろうな。確かにな。ちょっと、確かに変化球だな。なぞなぞとしては。もう、じゃあ、ちょっと答え言う？はい、お願いします。正解はね、唇。あ、近かった。ボンドと。接着剤。近かった。ああ、唇くっつかないね。つかない。接吻的な感じ。そうそうか、確かに。ボンドボンド接着剤。やろうとすればできる。ボン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 ド。だいぶ怖いよ今顔。そうか、くっつかないよ。くっつかない。いや、じゃあ次行こうか。ほう、第2問。どうしよう。あるものは斜めにできてるけど縦にはできません。うん、あるものは斜めにできるけど縦にはできません。うん、良くなるとみんなが笑顔になります。あるものは何？あるものは斜めにできるけど縦にはできません。わかった。あ、めっちゃわかった。めっちゃわかった。良くなるとみんなが笑顔になります。良くなるとみんなが笑顔になります。あ、わかった。俺もわかった。え、わかった。え、うん、わかった。俺はえ、マジ簡単。全然わかんない。俺今日ダメな日かも。カズマ今日わかんねえ。今日ダメな日だ。これは分かった。簡単やな。これな。簡単だよ。これ簡単。マジで。簡単だよ。びっくりした俺も。何？ショウゴがこんなに早く答えな。珍しいじゃん。早っ。
分かったぞこれは。間違え。俺じゃあ言っちゃっていい先に。あいいよいいよ。みんなに教えちゃっていいもん。いいよ。成長。成長？人間の成長。斜めにできる。斜めと縦。縦にはできないでしょ。斜めこう伸びしろがあるじゃん。だってグラフで考えるグラフで考える時に伸びしろがあるじゃん。グラフの方でいきなり縦には成長してんやん。こう伸びしろみたいな。でもみんなが喜ぶじゃん。あ確かに、ね、成長率を見てね。そう、もしくは体幹が斜めに伸びてたらあのネタ中の深川さんみたいになるよね。こういうさあその状態にはなるよね。あれだってみんな喜びはするよね。分かんねーしラジオじゃ伝えにくいしこうなるよね。違います。あ言っていいか。いいよ。えご機嫌じゃないか。おー正解。あーご機嫌が斜めになるとあれだけどって、うん、似てるよ俺も。まあまあせまあまあ縦にはできない、うん、あの複数回あるからこれは解釈の違いだもんね。解釈の違い国語の時間だと思っていいよね。うん、そうそうそう。ちょっと待ってよ、ラスト行こうか。おっ早めに。そうなんだよな、天才集団やからな。またカズマとねメグが、あメグは正解してるから、はい、カズマは答えてない、うん、いやいやいや違う、うん、ショウゴさんもまだあったこっち側に入ってきたけどいきなりこっち側入ってきたけど今2問しかないのにおかしいなと思ったけどサンマになっただけだ今んとこ今んとこ、はい、どうぞ次。牛と馬のレース対決、うんうん、太郎くんはどちらかにお金をかけて大勝ちしました。あれどちらにかけたでしょう。牛と馬、牛と馬、うん、のレース対決。うーんほうほうほう、うん、競馬の話。牛と馬だから競馬じゃないでしょ、うん、牛も話しとる、まあ、牛馬やな。ちょっと興味ないな。なんであーめっちゃ謎謎ー、これかなり謎謎。え、気持ちいいですか、分かったら。あ気持ちいいと思う。気持ちいい。あもうザ謎謎だね。牛と馬。分かった。多分。おいいよ答えなよ。牛。牛えもういいの？なんで理由は？え飼う。飼う。英語で飼う牛。あ違う違う違う。じゃあ何でもいいわ。もっとねもっとおーってなる。どうやって謎謎ってなる。もやっとしないやつね、うん、牛と馬、はいはい、スカッとするやつか、うん、どっちのがオッズが高いかって話ですよね。あ馬じゃない。でもおえ大勝ちしたっていうことだね、うんうん、ってことは、うん、オッズの高い方大勝ちしたんでしょ、うん、もうすんごい勝ったんでしょ。すんごい勝った、うん、そうそれ違う言い方して儲かった。おああ正解。もう勝った。ほらもうもうが勝った。もうが勝った。牛が勝った。いや謎になる。おおごめんもう一回取り直そう。当てちゃったよ。ダメだダメだ。反射的に言っちゃった。適当に撃った銃って心臓貫いたな。めっちゃ謎謎だよねこれね。気持ちいい。ちょ言った本人ギリギリ気づいてなかった。ダメだ。もう勝った。もう勝ったって俺らね、もう勝った俺らのが分かったおかげでぐらいのそうおしゃれなおしゃれなね答えは言いたかったのにな。気持ちいいね。謎々でした。ありがとうございます。気持ちいい。前の日あんなに食っちゃうとな。俺の流れなかったよ。え何が。ジャンクラジオでジャンジャジャンク。あれか。はい、そろそろお別れの時間でございます。この番組ではお便りを募集しております。概要欄からお便りフォームというものをご用意しております。そちらタップしていただきますと必要事項がずらっと書けるようになっておりまして、記入して送信ボタンを押すだけでございます。ぜひともよろしくお願いいたします。あとですね、SNS 等にハッシュタグジャンクラジオをつけてつぶやいていただきますと、喜び走り対決して牛に乗り振り回されて飛ばされないでしがみついて首を絞めて牛を失神させてまーって叫びますんで、ぜひともよろしくお願いいたします。スペルはですね JUNK 大文字にカタカナラジオでジャンクラジオですということで、あと喜び方が最後の部分に記憶持ってかれすぎてるな。もう勝ったの。もう勝ったの部分だけやな。しかもちゃんとええと言ったから。はい、告知ですな。え、うん、もうな。
最後はな。ああ、最後告知ですよ。メグさんもあるし、ユウさんもあるし。そう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 。まあとりあえず多分直近で公開されたモリングの、ああそうですね、キャスティング、キャスト出演キャスト、はい、が紹介されたんです1日に、うん、でカズマ出ますな。出ます、はい、出ます、よろしくどうぞ。よろしく、意気込みをちょっと、意気込み、はい、頑張ります。まだ内容も知らないんでね。なんそうだよね、そうだよね、まだ先に知らないんで。タイトルしか知らないですよ。なんでカズマそんなに焦っているんだい。え？え？いや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 。まあ10月ね。うん、10月頑張りたいと思います。はい、17から20かな。ですね。はい。よろしくお願いします。中野でね。うん。そう。中野どこ？スタジオアクトレで。おお。アクトレで。モリングといえば。言えば。うん。あの坂上がってたところだ。そう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 。線路沿いのね。線路沿い。うん。上がってたところでやります。まあね、またこれもお祝いね。はい、うん、詳しく言いましょうっていう感じと、あと俺が今週正午の今週、今週だ、今週にあるんです。はいはい、僕の方が8から12、うん、今週の木曜日から月曜日かな。はい、下北沢、東京下北沢の3階のリバティというところで、うん、乙女という作品やりますね。なんか実際あった、事件、うん、うん、2つを、なんかね、オマージュした作品になっております。結構ね、1個はバカ有名なんだよね。浅草であった、ちょっと不謹慎になるかもしれないけど、レッサーパンダ事件っていうのがあって、うん、その犯人、まあ、ちゃんと捕まって無期懲役になってるんだけど、うん、そう、あともう一つはね、結構直近でね、2022年ぐらいに起きた、その殺人事件の話で、まだ未解決事件なんですよ。はい、その2つをオマージュしてる感じの作品です。ほうほう、うん、なんかね、うん、考えると思う。まあ本当にね、あの役出てる人たちがみんなイカれてて、うんうん、なんか怖いし狂気だしっていう感じの中で、うん、なんかなんて言うんだろうな、命っていうか人生っていうか、おう、なんかそういうのをなんか考えるなーっていう感じの作品です。で、その事件とかも、もしこうだったらちょっとは救われるなーっていう感じもあったりする。そこはやっぱファンタジーだよ。サスペンス？サスペンス、そうだね。さ、なんかサイコホラーっぽくも。ホラーなんだ。ある。ほう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 。なんか、え、犯人がもう分かっててって感じ、それとも犯人は誰ですかみたいな感じ。あ、それ犯人はね、もう分かっててストーリーが進むって感じ、うん、というか、なんか犯人というかその事件を、そうだね、犯人は途中で分かる、うん、そのシーンがある、うんうんうん、でもなんかそこを見せたいっていう感じじゃない。なるほどなるほど。もうなんかもう全員が全員頭おかしくって、最終的にこうなっちゃったよねっていう感じ。あ、その事件起きたの、この裏にこの理由があっちゃったよねみたいな書き方になって、なるほど、それが、うん、事実ではないけど、うん、こうだったらこうもなるわみたいな。あ、だからその人間模様をやってるんだ。そう、周りも。もしこの事件が起きたのがこれが理由だったら、まあよくはないけど、うん、まあこ、うん、ちょっとは救われるかなみたいな。うんうんうん。あ、じゃあちょっと見終わった後お客さんの心がざわつく感じだ。ざわつく。そう、なんかよくもないけど、いいとも言えないけど、ちょっと話したくなるやつだ。そう、でもなんか自分の人生は、生きるってみたいな考える感じにはなって、ちょっと文学的だね。そう、うん、面白い、めっちゃいい。でも本当にリアルな会話劇で進んでるから、うん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 、もうトーンとかもめっちゃリアルなのよ、みんなが作ってる感じが。いや、めっちゃ面白いと思う。楽しみや、うん、ぜひ。はいはい、はいはい、正午が下北沢で、7から11でちょっとチームが2つあって、僕は冬風チームには出るんですが、秋空チームってやつにもホットで出てきます。一応でも2班出るみたい、両班出るみたい、両班、向こうの班もちょっと手伝ってくれないって言われて、へー、あれ、これ松井じゃねって思うような感じかな。それはだから向こうの班用にウィッグを買いました。だって松井翔吾ってバレちゃうじゃん。あ、そう、確かに、ね、そう、ちょっとあっちも本気出さないとと思って、はあ、だからそのあ、本当は冬に出るんですけど、うん、秋見に来たら松井翔吾の使い方贅沢だなって思えばいいかな。なるほどね、本気出してます。でもあれか、じゃあ冬見てる時に、あ、
これが松井翔吾が向こうでやってんのかなっていうのはなんとなく分かるのかな。分かると思うけど秋から見て冬も見た時にあ、秋見てフフってなってほしいかな俺は。なんであいつここに本気出したんって思って逆反がさメインなのに見れねえからな。そうです、あ、同じドンかぶってますもんな、寿司も来た、ね、まあ、こっちはこっちでその恋愛模様だったりとか、まあ、女性のねあの恋とか婚活の話なんでちょっとハッピーになれたりとか、うん、まあ、見てるお客さんがあ浮気されたことあるわ浮気したことあるわっていう人がちょっと響くような作風になってるかな、うん、はちょっと分かりやすい、簡単に言ったら一般のお客さんが見て微笑ましいっていうかちょっと笑ったりとかするような話になってます。下北沢の、楽園だっけ、楽園で、楽園で、はい、そのうちの3階のリバティの裏ね、うんうん、ぜひぜひ見ていただければ、はい、よろしくお願いします、はい、まあ、メグ YouTube 出てるね、 YouTube 出てます、はい、土曜日見てください、はい、見てください、はいはい、あと、あもうこの前の金曜日に新しいショートドラマが上がってる、そう、はい、まあ、がっつりコントだね、うん、今回はね、まあ、昔コンスタントに今月とかも上がっていくのかなっていう感じですね、うん、はい、そちらもぜひチェックしてください、チェックしてください、お願いします。いやーやっぱ喋りすぎちゃうね、まあまあそういうもんですよ、うん、それでは今日はこれで撮ります、判定、はい、お、いやー目覚ましもう見た、なんかカンカン鳴ってるな、おはようさん。